本阿弥光悦本阿弥光悦寛永14年2月3日は、江戸時代初期の書家、陶芸家、薪絵師、芸術家、茶人。通称は、次郎三郎。書は、寛永の三での一人と称され、その書流は、光悦流の祖と仰ばれる。伝子体若巻、本阿弥光悦浮脇、俵屋宗達が当県の官邸、県は、清ぬぐえを家業とする京都の本阿弥光寺の、 次男次女のうち長男として生まれる。父光二は、もともと、高孝中の次男片岡寺大部の次男で、初め子がなかった、阿弥光神の娘婿養子となったが、後に光心に実主が生まれたため、自ら本家を知り添き別家を建てた。父、光二の代より、加賀藩前江竹より、口に百国を受けており、光越も継承している。光越は、 刀剣関係の家業に従ったことと思われるが、手紙の中に刀剣に触れたものは、ほとんど見られない。京ではむしろ、官営の三筆の一人に位置づけられる書家として、また、陶芸、漆芸、出版、茶の湯などにも携わった、マルチアーティストとしてその名を残す。高越は、落北高峰に芸術村を築いたことでも知られる。現長年。 光悦は徳川家康から高根の地を配慮し、本阿弥一族や町衆、職人などの法華衆と仲間を率いて移住した。王朝文化を尊重し、御水の天皇の庇護のもと、朝廷ともつながりの深かった光悦を、都から遠ざけようというのが、家康の真の意図だったとも言われるが定かではない。光悦の死後、光悦の屋敷は、日蓮宗の寺となっている。 光悦の墓地も光悦寺にある。俵屋宗達、小型光林と共に林派の創始者として光悦が後世の日本文化に与えた影響は大きい。陶芸では落きの田中条景に習ったと思われるチャン。漆芸では装飾的ながらの硯箱などが知られるが、特に執行品などは光悦本人がどこまで制作に関与したかは定かではない。 茶の湯は古田織部に学んでいる。なお、小方光林、剣山兄弟の曾祖,祖父、道家志和の妻は本阿弥光越の姉であり、光越と光林は遠い隕石関係にあることになる。また、光越の白楽茶碗、藤山にも関わったと考えられる、落焼の落家の養子となった曹乳のひいばばも宝珠であり、光林、剣山とは重帝同士となる。 洋孫の本阿弥候補も陶芸家、茶人として著名であった。京都府は平成12年度より日本の芸術や工芸の発展に大きく貢献した高根江越村の精神を継承し、これからの産業やものづくりのあり方を示す新しいスタイルの産業拠点として京都府南端市その部町に京都新興越村及び道の駅京都新興越村を整備した。 富士山船橋ケーすずり箱本邦寺、ともえの庭つるずしたい若巻き。ありがとうございます。